ノリを探しておる。どこだ。炎上の遺灰を墓へ持って行きました。南の山の上です。探してみよう。助かった。兄の炎上は寺にこもるよりも山野で過ごすことを好みました。あの蒙古の百古町ハーチは見つかったのか。この近くの砦にいます。ノリオ、杉寺を束ねられるのはお主だけ。考えたくありません。敵討ちは僧の務めではないぞ。そうである前に弟なのです。ならば手を貸そう。一人で行くな。お望みなら。ハーチはどこだ。小児砦に。そやつで間違いないのだな。ええ、探し出して慈悲を壊せます。聞く耳は持ちませんが。お主は弟だ。兄の仇を討つ立場におろう。だが同じ鉄を踏むなよ。あなたと同じ鉄を。この戦で変わってしまった大勢の鉄だ。その鉄ならすでに踏みました。この先で小児砦を見渡せます。あなたに教わったことを生かしてハーチを追いました。人相はわかるか。その辺の猛虎と同じ人殺しの顔です。機会は一度しかないぞ。一目見ればわかります。では見つけたら迷わず切り伏せろ。犬め、ここから離れろ。ノリオ、腹が減ってるだけなんです。どうか命だけは。ノリオ、ただの野党だ。それでも今は許せなかったのです。少しは懲りたでしょう。進めば浄土に往生し、引けば地獄に沈むのみ。今のは兄がこの薙刀に刻んだ言葉です。櫛寺を賊どもの手から守った後に。守り手になった時か。炎上の苦しみは計りがたいが、お主に会うため耐えたのだ。兄は最後にこうつぶやきました。間違っていたと。何がだ。わかりません。ハーチュに最後の言葉はない。苦痛の叫びだけだ。休んでおいた方がいい。明日のために。そうしましょう。少しでも力を養っておかないと。ノリオ、どこだ。ノリオ。
隊様、お助けを。ああ、大変です。何があった？ノリオが見かけた時は祈りが届いたと思ったのですが。杉寺へ戻れ、あとは任せろ。なんだと。これは地獄のようなありさまだ。誰の所業だ？ノリオです。正気を失ったようで。俺を焼き殺す勇気があるのか。燃えろ、その罪ごと燃えろ、人殺しめ。怒りで薙刀を振ることはないと申したであろう。クロードと同じことをしたのです。おかげでハーチは死にました。杉寺の山門はもう開けません。この汚れた手では。どこへ行く？わかりません。火をつけた時奴はまだ生きていました。私は叫び声を聞きながら喜びに包まれた。猛虎と同じです。もはやそうではない。やすやすと諦めるな。この島は未練や叶わぬ約束ばかりだ。だが守らねばならん。お主は杉寺最後の僧兵であろう。こんなことをしたんだ。かつての私には戻れません。元に戻れとは言っておらん。お主が信じた道からそれず進んでほしい。ありがとう、酒井様。杉寺で待っておるぞ。